神奈川県立厚木高等学校は、神奈川県厚木市と室2丁目に所在する公立高等学校。通称は厚高。神奈川県の学力向上進学重点校に指定されている。2022年に創立120周年を迎える。1902年創立。小田原の県立第二中学校設立の後、第三中学校建設への機運が高まったため、 各地で誘致運動が展開された。その後、県立第三中学校の設立をめぐって、厚木派対藤沢派による対立が生じた。最終的には、知事が原案を執行し、高座郡海老名村への設置を決定したが、その後用地確保が困難となり、愛好郡南森村に設置場所を変更となる。その結果、現在の厚木市と室に、 神奈川県立第三中学校が開校した。現在同校は神奈川県の学力向上進学重点校に指定されている。また、文部科学省からは平成25年度から5年間のスーパーサイエンスハイスクール国立教育政策研究所の学習指導実践研究協力校に指定されていた。なお、厚木高校は令和2年度から 豊かな創造性を持ち独創性の高い研究を推進し、科学技術イノベーションを担う人材の育成という課題において、スーパーサイエンスハイスクール基礎枠実践型研究開発の5年間継続が内定した。同校の学習では70分授業が採用され、分離分けを3年新球時に行う。厚木市、戸室の丘9生中学校時代のものを受け継いでおり、三つの 剣を組み合わせている。合剣、真剣、近剣の三つの剣と、里都市、人市、イサムの三徳を表す。三剣マークの中央部分の公の文字は、高等学校を意味し、旧正中学校時代は、中の文字が配されていた。高科詩には、高校や、厚木の語句はないが、戸村の丘辺アフリの高根、相模の流れ、総集剣士などが用いられている。 学園祭の総称は、都料祭。体育祭及び文化祭の正式名称はそれぞれ、都料祭体育部門及び、都料祭文化部門である。文化部門は、例年9月に2日間にわたって、一般公開で開催されるが、体育部門は原則として保護者のみに公開される。体育部門では、ペアダンスがある。また、体育部門当日及び前日は髪を染めてもよい。 その他に、駅伝大会や球技大会が、それぞれ年に一度開催される。試験は5月に、プレ中間試験、6月に前期中間試験、9月に前期期末試験、11月に後期中間試験、3月に後期期末試験がそれぞれ行われる。学年末試験は行われない。生徒の多くが、国公立大学進学を目指している。また、総計、上知、 理科大、グマーチ合格者も多く、2020年度全国、公立高校、マーチ合格者ランキングでは、全国3位だった。また、1960年以降一度も、東大合格者を欠かしたことのない高校として知られている。今後は、横浜国立大学だけでなく、旧定大にチャレンジする生徒を大幅に増やし、学力の底上げを行っていく必要がある。 公文校,校舎グラウンド方向グラウンド政治、行政、司法、編集学術、研究、編集医学、編集経済、編集スポーツ、編集文化、芸術、編集芸能、マスコミ、編集チアリーディングのコンテストで、米国で最も伝統と権威がある、全米チアダンス選手権の2004年大会に参加し、チームパフォーマンス部門で、 日本の高校生として初の総合グランプリを獲得した、同校ダンスドリル部の実話をモデルに、六角政児のほか、同校ダンスドリル部 OG の山下ゆきの福島彩子が出演。横内健介、六角政児ら同校演劇部出身のメンバーを中心に結成された劇団。この記事は、プロジェクト、学校、高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。